それでは、定刻となりましたので、ただいまから記者会見を始めます。本日の出席者は富山県厚生部大谷です。同じく厚生部健康対策室森田です。はじめに大谷から説明いたします。ではお願いします。はい、それでは本日の新型コロナウイルス感染症の感染者につきましてご説明をいたします。配布されます、配布いたしました資料のとおり、本日の、感染者の数は201人でございます。引き続き200人という大きな数字が出ております。県民の皆様には口が酸っぱくなることを言って大変申し訳ないんですけども、感染対策を十分に取っていただきたいと思います。外に出られるときにもうどこにコロナウイルスがいてもおかしくありません。感染対策を万全にしていただきたいと、改めてお願いいたします。それから本日クラスターが2件ございますので、順番にご説明させていただきたいと思います。まず1件目、県西部の学校におけるクラスターでございます。県内80例目の発生でございます。こちらですね、概要でございますが、県西部の学校の同じクラスで、児童5名と教職員1名の感染が確認されたものでございます。感染者の状況についてご説明をいたします。まず1月27日木曜日に教職員1名の陽性が判明し、1月28日に公表させていただきました。この患者さんの番号は6363番になります。で1月29日土曜日に児童5名の陽性が判明いたしました。こちらは本日1月31日付で公表いたしますが、番号はですね、ちょっと後ろの方になりますが、12ページになります。12ページの真ん中やや下7091番、それから次の13ページに入りまして、13ページ頭から7096、7097、7098、7099、これで都合5人になります。この5人と、先に発表しました教職員1名を加えまして6名のクラスターということにさせていただきます。検査の状況について申し上げます。こちら、児童33名、教職員5名の検査を実施いたしました。この結果、児童が繰り返しになりますが5名陽性、28名は陰性でございました。教職員は1名が陽性で4名が陰性であります。学校の対応でございますが、当面の間、ちょっとお待ちください。学校で当面の間学校を閉鎖するということで聞いております。それから学校の感染対策でございますけれども、学校では、教職員生徒とも常時マスクをつけるようにしていたということ、それから手洗いは休憩時間ごと、あるいは昼休みとかそういう時にするということにしておられたそうです。それから玄関や教室廊下には消毒液を設置しておられますし、生徒が帰宅も教員で教室の消毒を実施しておられたというふうに聞いております。換気の関係でございますが、定期的に換気を実施しておられます。昼食は前向きで黙食をしていたということで聞いております。こちらの学校のクラスターの関係は以上でございます。次に2例目、立山町の
介護保健施設におけるクラスターでございます。県内では81例目のクラスターになります。概要でございますが、立山町の介護保健施設で入所者9名と職員1名の感染が確認されたものであります。感染者の状況についてご説明いたします。1月28日金曜日に入所者4名の陽性が判明をいたしました。1月30日に公表しております。公表しております番号は6897から6900まで、繰り返します、6897から6900までの4人の方になります。1月29日土曜日でございますが、入所者5名、職員1名の陽性が判明をいたしました。こちらの方は公表を本日させていただきますので、番号でございますが、3ページ目、資料3ページにございます6974番、これとですね、次のページ、4ページ目の6990番、6991番、それからさらに次のページ、5ページ目の6992番、6993番、6994番までになります。入所者5名、職員1名の陽性でございます。検査の状況についてご説明をいたします。入所者は69名、職員は63名の検査を実施しております。この結果、入所者は9名が陽性、職員が1名陽性で、61名は陰性でございます。残りですね、入所者60名、それから職員1名は検査中になります。もう一度申し上げます。入所者69名、職員63名の検査を実施しております。入所者は9名が陽性、職員1名は陽性、61名の陰性が受かっております。この61名というのは職員ですね。それから入所者は60名が検査中、職員は1名が検査中になります。施設の感染対策でございますが、職員はマスクを着用し、手指消毒等感染対策を実施しております。で、入所者でございますが、基本はマスクを着用していただいておりますが、中には外す人もおられるという状態でございます。私からの説明は以上となります。よろしくお願いします。それでは質問をお受けいたしますので、質問のある方につきましては挙手をお願いいたします。こちらから指名いたしますので、後ろのスタンドマイクまでお聞きいただきまして、社名、お名前をおっしゃっていただき、ご質問をお願いいたします。それではご質問のある方挙手をお願いいたします。どなたもございませんか。はい、すみません、中日新聞の中森です。ちょっと数の確認になりますが、1月が今日31日最後だと思うんですけど、1月だけで結局何件のクラスター報告されたか。1月で25例目になりますかね。25、はい。これ過去でいうと、だからその1月あたりでいうともう最でよろしいですね。ちょっと待ってください。1件目のクラスターなんですけれども、
こちらが、1クラス、レモナクラスの方が、児童と教職員が6名やられて、で一応、学校閉鎖という形だと言っていただいたと思うんですけれども、はい、この学校内で、例えば他にそのクラスターだったりとか、何名かそのまとまって生徒さんが、まあ、感染されてっていうことはあったんですけど、ここのクラスが初めてこういう形で感染者がたくさん出て、で学校もちょっとお休みしようかっていうふうになったのか、それとも学校でちょっともう実際に流行っているというか、そういう形になったので、まあ、学校ごとちょっとお休みしようかっていうふうになったのかっていうところはいかがでしょうか。すいません、私は今ちょっと資料としていただいてきたのは同じクラスでということだったので、ちょっと他に、まあどういった状況になるのかということをちょっと資料を持ち合わせておりません。ただ一般的にですね、他の学校のクラスターを見ておりましても、例えば兄弟間でどうしても家庭内感染で広がっていくというパターンがありますので、これは地元 市町村さんでですね、どういった判断されたのかというのはちょっとすいません、あまり確認しておりません、申し訳ありません。で2件目の方のクラスターなんですけれども、はい、今施設は今どういった状況になっているんでしょうか。どういった状況というのは、一回ちょっと閉じられておるのか、もう、通常通りというか回されておるのかということでいうと、基本的には入所者を受けておられるところなので、それ以外の方は今この手の施設はコロナが流行してから面会も極度に制限されておられるところがありますから、まあ、現時点においては施設の中での感染が出ておるということですけども、それ以外に広がりがあるかどうかということはちょっと、あまり考えられないのかなというふうには思っておりますけれども、それはこれから調べていくことになるかと思います。それは普通に、通常通りで、はい、通常通り、施設に入所しておられるので、この方々はそこで生活をされなきゃいけませんので、はい、でこの、入所者が69名いらっしゃるということだったんですが、はい、このうち例えば、通いであったりとか、そういう方っていうのも基本的にはもう入所された方だけしか患者さんを探してて、いらっしゃらない、高齢者の方いらっしゃらない、はい、その通りです。となると、まあ、ちょっとあんまりいいと思いますけど、職員の方からまあ入ってきた可能性がちょっと高いかなというふうに見て見えるということですか。そういうふうに見えますね。ちょっとどういった形でこの施設に入ってきたのかは現時点では分かりません。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、では他の方、お住まいの方にいらっしゃいませんか。はい、ではこちらにお願いします。注意点を解除します。ちょっと細かいデータあれなんですけども、2件目のクラスターで今回小村名を、このように公表して話したなんか意図とかないかあったりされるんでしょうか。特にございません。施設の方としてですね、こちらの場合は立山町のということで、過去にも施設につきましてはそういう検討部とかそういう言い方しないで保有しててありますので、私ども県政府とか検討部とかと言わせていただくのは、やはりどうしてもこの、差別とかいじめとかそういう話が出る恐れがございますので、こういった施設の場合はそういう、そういう可能性が、まあ、比較的少ないと思いますので、立山町のという形で公表しています。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。すいません、もう一個だけ。ごめんなさい、1個だけ追加で、資料、お配りした資料で、一箇所修正があるということをお伝えするのを忘れておりますので、ごめんなさい。番号で7019番というのがございます。7ページ目ですね。こちら7019番が、
検査日と判明日が逆になっておるということを先ほど事務方から連絡がありましたので、そこだけ直させてください。判明日は28日で検査日が29日であります。すいませんでした。